ルッツ・ロングはドイツの男子陸上競技選手。1936年ベルリンオリンピック男子総幅跳びの銀メダリストである。ロングはベルリンオリンピックでこの大会で短距離、跳躍種目で4冠を達成したアメリカのジェシー・オーエンスと対戦。走り幅跳びの予選では、オーエンスがいきなり2回ファール死後がなくなり苦しんでいる中、ルッツはオーエンスに適切にアドバイスすることで、 オーエンスをサポートするといったスポーツマンシップに乗っ取った行動を取ったことでよく知られている。その後オーエンスは一転して誰もオーエンスの上位3つの記録に寄せ付けないという圧倒的な力を見せつけ決勝で1位になり金メダルを獲得する。ロングのこの行動に対し彼の死後ピエール・ド・クーベルタンメダルが贈られている。総幅跳びの表彰台に立つメダリストたち、 左から田島直人ジェシー・オーエンス、ルッツ・ロング・ベルリンオリンピックを国威発揚の場と考えていたドイツ政府は自国の選手に高い期待を寄せていた。すでに1934年のヨーロッパ陸上競技選手権大会で総幅飛び3位という実績を残していたロングはその期待に応え予選ラウンドでオリンピック新記録を樹立する。一方でオーエンスは 最初の2回の跳躍がファールになって後がなくなってしまいフィールドに座り込んでしまう。オーエンスによるとロングは踏切線の数インチ前から跳躍しろと話しかけてきたという。オーエンスがいつもより大きく助走開始位置を下げたのでロングはオーエンスがファールを犯さずに次のラウンドに進めると思ったという。オーエンスがそのように語ったことについては議論があるが 三回目の試技の時には非常に落ち着いており、踏切に約15センチメートルの余裕を持って飛んだということは知られている。そして、オーエンスは三回目の試技を成功すると、その後の試技でロングの記録を抜き、オーエンスは総幅飛びで金メダルとなった。ロングは金メダルを獲得したオーエンスをまず祝福した。彼らは腕を組んで控室に入っていったという。 このオリンピックでロングは総幅飛びの他3段飛べにも出場して10位となっている。なお、ロングはレニリー・フェンシュタールが監督したベルリンオリンピックの記録映画オリンピアに登場している。ルッツ・ロングはライプチヒ大学で法律を学び、1937年に国家社会主義ドイツ学生連盟のメンバーとなる。第二次世界大戦が勃発する前には、 ハンブルクで弁護士として働いていた。また1938年に突撃隊へ入隊している。1940年には国家社会主義ドイツ労働者党の党員となる。第二次世界大戦に従軍したロングはハスキー作戦に参加して1943年7月10日に重傷を負いシチリア島のサンピエトロ・クラレンツァに設置された。 イギリス軍の野戦病院で7月13日に死去した。彼は、モット・サンタナスタージアにある墓地に埋葬された。ロングの故郷であるライプツィヒのスポーツ施設そばの道路、及びミュンヘンオリンピック記念公園は、彼の名にちなんで名付けられた。彼の獲得したメダルや写真、そして文書などは、ライプツィヒのスポーツ博物館に寄贈された。なお、2009年に、ベルリンで開催された。 世界陸上では、ロングの息子カイト・オーエンスの孫、マーリーンが揃って、男子総幅跳びの表彰式でプレゼンターを務めた。アスレチックス・アット・ザ・1936・ベルリン・サマー・ゲームズ・メンズ・トリプル・ジャンプ世界陸上、歴史の舞台で子孫が交流世界陸上2009、NIKKANSPORTS.com。ありがとうございます。